ます。皆さんこんばんは、こももです。今日のメニューはもつ鍋。今回はですね、実家から山中のもつ鍋セットを送ってもらったので、こちら作っていきたいと思います。味噌スープです。ではまずキャベツを切っていきます。2人分なので、半分だけ使います。で、芯は硬いので取っちゃいます。キャベツはだいたい一口サイズにカットしています。半玉ですが、結構量が多く見えるかもしれませんが、鍋に入れたらこれがしなってしてくるので問題ありません。で、次にもやしを洗います。もやしね、あまりもつ鍋に入っているイメージないかもしれないですけど、今回入れてみました。次はごぼうの皮を剥いていきます。ごぼうを皮剥くとすぐ色が変わっちゃうので、なるべく早く皮を剥くようにしてます。で、ごぼうを次に切っていきます。鉛筆削りみたいな感じで切ってますけども、正しい切り方なのかはよく分かってません。昔ちっちゃい頃に鉛筆をカッターで削ってたことを思い出しながらこちら削っております。あの頃から特に削り方成長してない気もしますが、ちっちゃい頃にやってた経験がここに生きてきたかなと何気に思ってます。最後の方はね、もう切れないので適当に切っちゃいます。では次、ニラを切っていきます。ニラもだいたい一口サイズぐらいですかね。すべて切り終わったので全部鍋に入れていきます。今回は味噌味のスープにしました。まずここにごぼうともやしと入れていきます。あとキャベツをいい感じに適当に盛って、余ったところにもつを入れます。で、冷凍庫に残ってた豆腐も入れて、ニラをいい感じにちょっとお店っぽく真ん中に乗せてみました。あとはごまを振りかけてます。その上に次、鷹の爪ですね。苦手じゃなかったらこれ入れてみてください。あとは中火で沸騰するまで放置します。アクを取って、もつがいい感じに煮込んで食べれるぐらいになってきたら完成ですね。今も匂いがしてきそうなぐらい美味しかったです。ただもつ鍋するとだいぶお家の中がもつ鍋臭がしますね。ずーっとリビングにしてたんですけど、リビングに入った瞬間もつ鍋臭。ちょっと換気しながらやった方がいいかもしれないです。ということで、もつ鍋が出来上がったので、いい感じにテーブルに並べてお箸置いて完成。ということで、いただきます。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。